海の恵みに触れ海の未来について考えるイベントがこのほど東京都内で開かれましたこの中で海と食に関する意識調査の結果が報告され9割を超える人が海は日本人の食にとって大切な存在だと思っていることが分かりましたこれは豊かな海を未来に引き継ぎ取り組みを進める日本財団の海と日本プロジェクトが行った海と食に関する意識と行動の調査で明らかになったものです それによりますと、海に親しみを感じている人は全体の6割で、海を好きになったきっかけとしておよそ半数が海産物を食べた経験を挙げています。また、およそ6割の人が週に2回以上海の幸を使った料理を食べています。この日は海の幸を入り口に、海についてもっと知ってもらおうと、料理評論家の服部幸男さんなどが、 美味しい以上に知ってほしい海があると題してトークセッションを行いました。このほか会場では海産物やシーフードグルメの販売も行われ、訪れた人たちは海の魅力を改めて感じていました。海と日本。最後まで見ていただきありがとうございます。YouTube のチャンネル、Facebook と Twitter のアカウント登録もお願いします。